はい、どうも。ですね。今回は、またなんかね、ネットでね、外国人が、3.11 の地震、あれもなんか人工地震だよって言ってる人がいたので、少しだけちょっと考えてみたいと思うんですけど、あの 3.11 も、熊本の地震も人工地震だよって言うんですよ。で、まあ、3.11 の方なんです。311か。311の方なんだけど、まあ、どんな時に、あれが起きたのかっていうのと、自民党のあたりとね、ちょっと考えてみたいと思うんですけど、311っていうと、自民党が選挙で、民主党に負けて、民主党の鳩山さんが総理やって、確かね、3人ぐらいなんですよ。鳩山さんがやって、菅さんがやって、野田さんがやって、安倍さんみたいな感じだと思うので、で、菅さんの時に、地震が起きて、津波で大勢死んだっていうね、あれなんですけど、そうですね。まあ自民党政権じゃなくなったから、地震みたいなこともあるのかな？あるのかな？ないのかな？なんかね、そういうところもあるらしいですよ。あの、陰謀論的にはね。で、そうですね。福島原発の爆発の瞬間、あの、生で見た人はね、結構いると思うんですけど、僕も生で見てるんで、確かね、2日後ぐらいに、こう、原発からもく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 煙が出てますよ。大丈夫ですか？あれ、原発ですけど、大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？ボーンみたいなのね。あれが爆発すると、テレビとかでね、あれが爆発しちゃうと、放射能が漏れたりして、とんでもないことになりますよってこう、煽って、ボーンなんですね。まあ、タイミングが良かったような気もしますけど、わかんないですけどね。あとですね、確かですね、あれの1ヶ月後ぐらいに大きな選挙があったんですよ。統一地方選挙だったかな。311って言うと日本がボロボロの時なので、いや、選挙とかそんな状態じゃないだろうみたいな感じだったけど、選挙をやって、あ、選挙やるんだって僕びっくりして、選挙はやって、まあ、選挙管理委員がちゃんと動くのかな？全国の人が一応動いたんですよ。で、あれで動いて、ね、なぜあれがあのタイミングであれなのか、自民党は関係しているのか、ね、ちょっと疑問には思いますけど、今はね、状況を話しただけなので、実際はわかんないですけどね。実際のところは、で、外国人はね、人工地震って言ってたんだけど、その辺もね、わかんないからね。といったところで、まあ、今回のお話はですね、311と自民党は関係あるかどうかはわかんないってことで、まとめてみます。そうですね。大した話してないですけど、以上です。